はい、こんにちは、イチローです。今回の企画はデジタルの海だ。これをカローラクロスにつけてみたいと思います。はい、はい、こちらがデジタルルームミラーとなってます。はい、 このブランド名ですね、これが。それでは開封しますよ。はいはい、じゃーん。これは日本語だし、開けてみると説明書が、これも日本語ですね。しかもでかいな、 10.88 インチ。どんな感じだろう。はい、顔はあんまり変わんないけど縦がね、うん、大きくなってるね。はい、じゃあ早速つけてみたいと思います。はい、はい、つけ方はまあ基本シンプルなんです。ルームミラーがあって、うん、電源、カメラ、うん、こんだけです。はい、はい、それではカメラをつける前に配線を通さなきゃいけない、うん、ここにカメラをつけます。で、これを仮にこれ撮るのはまあそんなに難しくないんだけど、カメラをここにつけて配線をここから通して、この中にこのゴムの間を通してこの天井裏を通さなきゃいけないと。なるほど、これが難しい。まあここはね簡単なんです。こうやってすぐに外れるんで。おお、はいはいはい、お、隙間ありますね。うん、隙間あるからここから通して、今度ここは白いあれが被ってるんですね。これこうやってめくっていくと取れる。お、はい、取れる。上と違うんですね。うん、取れるんだけど、これはめるのもすごい難しいよね。これの向こう、これをゴム外すともうつけれない。で、こうこれをね、まず通せるか。はい。じゃーん。はい、配線通し。はい。あ、出てきた。見えた。あ、来た来た。よし、はあ、オッケーオッケー。これで配線通れるかな。はい、でこれ外します。はい、ガバって通ろう思ったらもうこの辺全部外して取らんとあかんということで、これを上から、はい、そうするともう見える。ほら、あ、見えてる。で、必殺これでね、掴んで、よし、これで先にここにカメラの配線をつなげて引っ張って出して、それからここにつなげて引っ張り出すと。2段階ですね。2段階です。はい、このカメラはこんな感じなんですよね。うん、多分真ん中ここだから、まあ、これは後からねこうやって調整できるんだけど、うん、まあ、こういう風につけて、ただこれつけるときにこのカバーのこともあるからね、接着はもう全部カバーつけてからの方がいいと思う。ただこの状態で配線をこう取り回そうと思っても中に入るのが精一杯ぐらいかと。ここで通したこれをここからこうつなげて上に出さなきゃいけない。ペロンって出してつけてどっかでつなげるってみたいな感じかな、容量としては。なるほど。はい、じゃあ問題はこっから引っ張れるかっていうことですわ。取り上げられるのか。これあれだ、バック連動線だ。ああ、なるほどね。バックの配線につなげることでバックギア入れた時にガイド線が出る。なるほど。ああ、でもこれバックモニターもともとついてるもんな。ここで映るんで、うん、映るからあえていらない今回。さようなら。一応絶縁テープということで、うん、巻いておきます。はい、はい、これで取り回しはもっと楽になります。で、これはこうやってね、引っ張りながら引っ張りながら、引っ張りながら、もう絶対取れんよこれ。よし、引っ張りますぜ。はい、よいしょ、よいしょ。さあ、こっちかな。来た。ここが暑いからちょっと心配したけど。そうですね。いけたいけた。その時に強いんだよね、引っ張るの。だから弱いと取れちゃうんだよ、ピンって。ちょっとやってみる。このまま。多分強いからある程度この距離を稼げば稼ぐほど強くなるもんで、おそらくいけるんじゃないかなっていう予想だけどね。途中で切れちゃったらもう本当にもう一回ですよ。まあ引っ張ればいいんだけど。よし、さあ次うまく出てくるのか。
この機能が果たして。頑張れ。おお出た。いけたいけた。いや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 、これは第一関門突破ですよ。はい。はい。でこれを今度こっちにね通すわけなんだけど、うん、これ若干配線の表面が柔らかいんで、こういうコルゲートチューブで保護したいと思います。コルゲートチューブっていうのね、こういうの。切れ目があるから、この切れ目に沿って差し込んでいくと。それは配線を守る役目があるんですか？そうです。ここが。ぶつかっちゃう。うん、ぶつかっちゃう。何かの拍子で断線する可能性もある。まあいいんじゃないかな。根元までしっかり伸びている状態ですね。うんうん、おお、なるほど。で、この辺ぐらいで切って、これコルゲートチューブはね、カー用品でもホームセンターで持ってる。ここまで持ってくる。で最後にビニールテープで、だいたいこういうのって先端だけビニールテープがねされてるんですよ。お、先端だけはね純正。お、そうですね。全体的にはやらない、うん。全体的にはやってないの。だからこれここほらこんにちはしてるじゃん。切れ目わかるじゃんこれ。わかる、はいはいはい、ね、切れ目見えるでしょ。はい、これで OK ですよ。で今度こう通す。で通す時に配線気づけないじゃん。なるほどね、うん、よし、断線の心配もなくなった。そうよし、これもこっち向いてるじゃん。これかで、こっちも、はい、こっち向いてる。なるほどね。はい、そしてこれをこうやってこんにちはさせといて、で今度こっちから来たやつとつなげると、こうするんだけど、うん、ここやっぱ念のためコルゲートチューブ巻いとく。ただここはね、なんかコルゲートチューブが外から見えるとかっこ悪いから、なるべく細い方がいいもんで。なるほどね、うん、ここで守られとれば OK だから、うん、でほんと一部分だけですね。うん、一部分だけ。あとはちょっと調整して位置見てテープと止めたいと思います。はい、それではこれがカメラの位置なんで、例えば間違いやすいのここを真ん中にしようかなみたいな、あー取り付けるここの部分を真ん中にしちゃうと、うん、ここ真ん中にしちゃうとカメラがずれる。なるほど。ここが真ん中だからこの辺やね。もうレンズのところをしっかり真ん中に持ってくるようにと、うん、ただもっと言うとカバーしてから止めた方がいいな。なぜかっていうとカバーをするとここでつけてみカバーできないっていうはい、じゃあ今度はこれをどんどん前に持っていきます。これの先端にミラーに刺すわけですよ。これをミラーに刺さります。うん、だからこれを真ん中まで持っていかなきゃいけない。あそこに持っていくぞ。でそれを持っていくのに、はい、これを外すとなると大変じゃない。ここ大変ですね。だからね、方法あるんですよ実は。ここからこうやってここの間通していく。ほらお天才。そしたらもうあとこの中こう掘り込んでいくだけ。こうこうやって、すごい。なるほど、こんな隙間があったと。これがとにかく手につく、手につくご注意ください。もう蓋閉めますおおすごい、ここまでコードが来た。だからこれを今度この中にこう入れていけば、下に這わしていくんですね。そうはい、じゃあ席通していきます、はい、で助手席通していってこのカバーの中に入れていく全部。はい、ほら、うん、もうちゃんと通ってるでしょこの。おーすごい、外してないのに。もう下から入れただけなのに。この配線をこの上に外すとこうやって出てくるね。はい、ピラーがね、ここなんかつまみをつまんで引っ張れば取れた。うん、あと向きがどうだった、こっちかな、こうか、こうだね。もう先にこれつけとこうか。そうですね、その方が楽、その方が楽やね。これはまあ車種にあったり。あ、これはバッチリだと思う。いい感じですか。あ、いい感じそう。ああ、動かない。オッケーオッケー。完璧完璧。よし。で、こうしたときに電源を挿して、結構向きを整えたところに。あ、でも外すときはこうだから、ちょっと遊びは考えといた方がいいかな。
もありそうですね。うん、これまあまあ隙間広いよ。はい、はい、でピラーから取ってきたこのカメラの配線がここにつきます。奥側ですね。はい、はい、今テープ処理しない、まあこうつなげる前はこうね、うんうん、間隔が開いてるからできればこうつなげた方が綺麗かな。あ、こっちの方が全然綺麗に見えますね、うん、なんかこう離れとるじゃん、うん、角度も違えばちょっとかっこ悪い。そうですね。はい、はい、ちょっと引き出してビニールテープで、おう、あー全然違う、うん、うん、はいい感じです。美しいです。はい、この上のところにある2本の線が今の配線です。でここはまあタラタラにならんようにこれで縛っとくのがいいね。一緒にしとくと、うん、はい。でこれね、こんな状態だったよねさっき、うん、でこれを中にしまい込んでからので、ここでパチンと、はい、この状態にするとあと戻ると、はい、戻ると。じゃあ先に奥差し込んでからピンの穴位置を合わせて、はい、できました。配線はこうここまで取り回しをしといてからの、これでゴムで、はい、はい、次に電源、はい、これ買ってきました。これね、電源がシガライターの、うん、でやっぱりシガライターまで届くんだけどこんなことになるね。ちょっとコードが見えちゃうし、ちょっとねコードが短い、うん、だからこれもしここだったら届くんだよ、うんうんうん、なのでこういうね、これまあおまけにロックもできてね、こうやって引っ張っても取れないっていう、うん、抜いた状態でつけるけど、うん、電源がねこの車の場合ここにね取れるんですよ。ここに取るところあるの、うん、この辺取れるところ、うん、この爪を向こうへ押すと外れるの、ここ分かりやすいね、これ、うん、あるここね、爪こうやって押すと抜ける、こうこの2本で刺さってるだけ。あ、カバーですね。でこれなんですよ、これは使わないから蓋閉めてあるの、うん、これがオプション用の電源取り。はい、これここをね指で押さえてもこう硬くてね抜けない、そういう時はねこういうラジオペンチでねここをつまんであげて、お、あ、なんか、はい、次にこれすごくやりにくいじゃんね、うん、何がやりにくいかって、配線つなげるのやりにくいから、めくるの、お、これを、はい、でめくるのをここにビニールテープで巻いてあるもんで、うん、これをこうやってやると配線傷つけちゃったりすると怖いから、上向きでこうやってあのテープだけを切る感覚、よし、はい、そうするとやりやすいこれ。おお、本当だ。で黄色は常時電源、はい、で赤が ACC、 あのテスターで測った方がいいね、本当かどうか、うん、はい、じゃあ ACC、はい、赤が隣だからここだね。はい、これでいきます。うん、スイッチオン。おお、ついた。おお、オフ。はい、これビンゴ。アースはここでもいいんだけどね。はい、でこれを使います。はい、これのいいとこはね、細いの、これが細いでしょ、うん、はい、でこれあの 0.35 から 1.25 まで幅広くできるの。うん、それで太いのもまあそこそこいける。あのね、一番ちょっとあかんやつ、名誉のためにこれがダメって言ってるわけじゃなくて、これ細い配線にこれはあかんっていうことですわ、うん、要は何かっていうと、まあ、これってそもそも電源をねいただくっていうこの配線に、これ初めて見る人、もう知ってる人はまあ知ってるけど、こうやってカチンってやったらこの配線がここに刺さる、うん、刺さることによって皮がむけて中の線とここが接触して、次ここにもらったやつは電気が通るっていう、つながるっていうね、ここの線、こういうやつね、線、はい、ところがここの感覚が
広いんだよね、これに比べて。わかる？こっち右の方が激細に見えます。いいんだよね、それでね。うん、OK、これ右激細だよね。激細、めっちゃ激細、隙間ないように見える。うん、だから細い配線でも OK っていうこと。こっちだと接触不良を起こすの。あー、ついたりつかなかったりする。そういうこと、そういうこと。ちゃんとつながらないっていう。うんうんうん。で、こっちはもう細いから確実に線をブスってやれると。うん、うん、だからこういう細い配線にはこういうタイプのやつがいいです。なるほどね。で、線をいただくときにはこっち蓋してるよね。あ、出口がない。うん、出口ないやつがこれ。あ、新しくつなぐ方、うん、で、いただく方のもともとある線はこっちの、そう、通す方。はい、じゃあね、今度はこれをバラして、はい、これの配線こうやっといて、まあまあちょっとここ先ちょん切っときますわ。白い線の方をこっちで、ここに窓があるからちゃんとこの奥まで行ってるかどうか。うん、これ行ってなかったら刺さらん可能性あるでしょ。うんうん、一番最後までここに当たって、あ、終わりだと思ったらここに当たっとるだけっていうこともあるから、うん、一番奥まで、窓で見えるところまで、そうで、抜けないように気をつけながらここを入れて、うん、これもね、悪いのがちゃんと真ん中に来るようにね、うん、端っこより真ん中の方が絶対いいです。ちょっとでもずれると、うん、こうやってスンスーって動けば OK、うん、はい、で、これを押さえるわけです、はい、ちょっと指でキュッと押さえとけば一旦は仮に動かなくなるんで、仮止めみたいな感じですね。で、そこからペンチで、お、せーの、うんと、なっと、これはもうこっち側と、うん、こっち側と両方グッグッと押さえるといいです。ああ、片側からじゃなくて、うん、こうすると斜めになってちゃんと刺さってないっていう可能性もあるからね、うん、はい、で、これ見てください。ほら、刺さっとるのが分かるよね。おお、刺さってる、刺さってる、うん、はい、しっかり、しっかり刺すと。で、今度こう、こう横、うん、蓋閉めて、今度ここ蓋閉めて、おお、パチンパチンですよ。はい、はい、で、戻ってこない、パンパカッて開いてこないように、うん、まあ開かないんだけど念のためビニールテープ巻きました。はい、はい、次はアース、うん、アースはここ、これ、はい、ここです。はい、はい、ここでアースをつなげます。はい、今度はね、はい、ちゃんとこれで通電してるか、うん、一応確認、全部しまい込んで、あれ光らない、電源入らない。じゃあもうまたやり直しだから。はい、差し込んで、はい。オン！オッケー！オッケー！はい。じゃあ、はい。じゃあ、まとめます。はい。万一何かの拍子でこう動いて抜けちゃうとか、まあよっぽどないけどね、これせっかくのロックだから。ただ、まあ念には念をっていうことで、こういう風にね、ビニールテープで引っ張りながら、引っ張りながらこう巻いていくんです。そうするとね、引っ張りながら巻くことによって、綺麗にこう、圧着するんですよね。ぴったりと。綺麗。うん。これね。うん。これでも絶対抜けない。がっちりですね。うん、この奥とかこういう風にしようかな。うん、OK。ここまでまとめちゃうと大きくなっちゃうから、うん、かさばるで、この状態で一旦ここで止める。なるほど。なんかね、なるべく僕が一番心配するのがこういう。ああ、4。4。こういうのはね、怖いなと。はい、あと、これね。表に出とると使えるんだけど。USB ですね。うん、まあ、これは隠すから。今回はちょっと中に入れちゃうんで。はい。安全のために蓋閉めとく。はい。はい。で、音が出ないように、ちょっとこういうね、スポンジシートみたいなので。はい。巻く。巻く。こ
これね、もしテープをね取るともうね、もうノリがうわーなる。なんかで、なんかの拍子で外さないかんっていう時に外れんくなるから、うん、これはもうこのままテープで巻いとこう。あー、なるほど、そういうことね。そう、取れんと最悪だよね。なるほど。うん、もうな、何かの時に外さなきゃんっていう時があった場合に備えて、はい、これでもうね、音は出にくくなる。ほらほら、このこうやってね、コンコンコンっていう音が出ないよね、これだと、はい、よし、パチンパチンパチンと、うん、お、もう収まった、収まった、バタつかない。オッケー、ほら音が出ない。よーし、先にここのね、うん、ビスのところ、これね、ボルトのところ、はい、ここに合わせて、よし、はい、回して、はい、ここに爪があるから、この爪と爪を合わせて、配線がちゃんと収まってるか見て、はい、これで OK。 はい、残るはこのカメラです。はい、これは溝が入ってる方と、もうこうしか繋がらなかった。よし、じゃあオンにします。はい、はい、で、これを位置を決めるのに、はい、こうやってね、はい、こんな感じで、まあちょっと中央はね、中央の位置も決めとかないかな。そうですね、まずここが真ん中だからね、ロシアンとかですね、うん、だからこうやって貼ってから、こうやって貼ってから、まあ、ここが真ん中の部分にすればいい。この真ん中の隙間が入ってるところが真ん中と、うん、はい、こうなっとったらあかんよ、こうやって。ああ、ずれてますね。これがこう真ん中に来るように。おお、なるほどなるほど、うん、あ、分かりやすくない？うん、なるほど、こういう感じで。で、じゃあそうするとこれはどうだ。こういう感じですね。でも、もうちょい下向いた方がいいのかな。そうすると熱線が出てくるのか、これ。これでもさ、うん、あやちゃん、はい、下向きすぎとる気がする。あ、これ今そうですね。確かに。もうちょい上に上げる。よし。ちょっと外出る前に。これやっぱり気になるな。うん。これダラーンってなっとるのが気になるから。はい。今いいこと思いついた。これね、ここにこう合わせて、これで貼ったらどうだ。ほら、パッと見は分かんないでしょ。うんうん。こっちの方が配線見えへんよね。まあ外からも目立たないですね、うん。はい。で、これをしまうのに中に入れなきゃいけない。うん。で、これはね、うん、この太いところにこれを入れるんだ。この白いプラスチック部分を入れます。これかなり面倒。はい、それではここ、あやちゃん得意なんですはい、絵描していただきます、はい、まず、うん、今ここ半分のところに引っかかってるから、うん、このまんまやろうとしても戻ってきちゃうんで、うん、ここ引っかかってるところからまず持ち上げます、うん、思いっきり。で、引っ掛ける。で、また引っ張る、うん、で、押さえた方がいいです、うん、かけたところはね。で、反対側も同じように引っかかってると思うんで、思いっきり引っ張って戻してあげて、クックック。おー、すげー。はい、ちょっとお手本になればありがたいです。おー、すごいね。これすごい。はい、で、後ろ見て、配線、うん、この方がいいよね。いいですね。はい、こちらデジタルルームミラー、はい、ドラレコ機能付き。概要欄にリンク貼っておきます。カローラクロスに限らず、ちょっと純正ミラー、最近の車もとにかくリアガラスが小さいからのが多いもんでね、うん、それでちょっと見にくいなっていう人とかは、もうとにかくこれは見やすいです。はい、